と、俺朝飯のシーン撮ったけど挨拶撮ってなかったかな。一応言うとくか、今日は10月2日水曜日、午後1時回ったとこです。昼ご飯何しよう、牛丼しようかな。また今日も、はい、あってずっとビジョンが優れてたら人が来るかっていうと、自分がここまで進んだから手伝ってほしいだといけるんですけど、自分が技術者じゃないんで、その自分のイメージを人に分かりやすくそのプロトコルにするっていうのも、まず人にかなり厳しいですね。かなり厳しい。完成まではどうすればできること。目的があって言って、目的で書いた絵なんですけど、ビクサイト展示会を出したいんですよ。プラス基本ってできるかどうかっていうのはお金0円でもできる話だから、なんでまだしないのかっていう。まず、僕20万。今僕出しますっていう感じで10万出す。はい。あ、120万。ドラクエウォーク最近やってるんですけど、それでちょっと散歩してでレベル上げしようかなと思って、まあ外出たんですけど、スマホの電池が切れました。バッテリー持っていこうと思ったんですけど、まあ、荷物があるんで、まあちょっと散歩するぐらいだったら大丈夫やろうと、高をくくってたらバッテリー赤くなりました。今日の晩ご飯焼きそばです。それではいただきます。1日の支出は2760円です。はい、1日は医者行ってきて、診察代と、薬代で2760円です。お昼ご飯と、コンビニで買い物をしたんですが、これはPayPayじゃねえわ LINEPay で払ってます。2日なんですが、コンビニで、1400円ほど使ってますけど、これもまたペイペイで払ってます。牛カルビ丼と昼ご飯食べたやつですね。あと、焼きそばの材料買ってきまして、1400円ほどかかっていますが、LINEPay のチャージから払ってるんで、今日の支出にありません。預金残高は788万5197円です。動画ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ピリアンでした。今日は下手ります。これもうどうしてもそういうものです。だからそれこそ、まあ、20代30代ですよね。20代30代問題なくできた動きを、まあ、40代50代